シリコンバレー産のゼダウンタウンシリコンバレーはアメリカが州国カリフォルニア州北部のサンフランシスコベエリアの南部に位置しているサンタクララバレー及びその周辺地域の名称特定の一箇所を公的に指す地名ではなくある程度広い地域一体の通称として使用される名称は多数の半導体メーカーが集まっていたこと及び地形に由来するこの地域ではアップル インテル、ナショナルセミコンダクター、グーグル、フェイスブック、アプライドマテリアルズ、ヤフー、アドビ、シスコシステムズなどに代表されるソフトウェアやインターネット関連企業が多数生まれ、IT 企業の一大拠点となっている。具体的には、北はサンマテオ周辺からサンノゼまでの複数の市を指す。シリコンバレーの中心は、サンノゼ、マウンテンベルー、サニーベール、 サンタクララ、クパティーノなど様々な都市である。もともとメンローパークにあるスタンフォード大学での技術者がヒューレット・パッカードなどのエレクトロニクス、コンピュータ企業を設立し、この大学の敷地をスタンフォード・インダストリアル・パークとしてこうした新技術の会社を誘致したのが始まりとも言われている。また、トランジスタの発明者の一人であるウィリアム・ショックレがこの地に ショックレイ半導体研究所を設立し、そこから分化したフェアチャイルドセミコンダクターや、さらに、そこからインテルをはじめとする多くの半導体企業が生まれたことにちなみ、シリコンバレーと呼ばれるようになった。第二次世界大戦前には、現在の繁栄からは想像することが困難なくらい、目星産業は、現在のシリコンバレーの地域には存在しなかった。第二次世界大戦中に、 スタンフォード大学を中心として、軍需関連の産業が勃興した。中心的な役割を果たしたのは、リットンインダストリーズやアンペックス、バリアンアソシエーツ、ヒューレットパッカードで、シリコンバレーの黎明期に、地域の人材の受け皿になった。その後、半導体産業の発展とともに、株式公開が相次ぎ、それらの資金が地域のベンチャー企業に再投資され、 生のフィードバックにより好循環が生まれ発展を続ける。2010年代においても企業志望者のほか、正規人材の獲得やオープンイノベーションを目指す米国内外の企業が相次ぎ進出している。トヨタ自動車など日本企業も含まれる。それに伴って転入、居住者が急増し、交通渋滞や住宅価格の上昇、それによる ホームレス増加といった問題も起きている。こうした過密への対策と自家用自動車を持ちたがらないミレニアル世代の就労者増加により公共交通機関の便が良い3のゼディリドン駅周辺の南部へ向けてシリコンバレーが広がりつつある。多くの先端 IT 企業がシリコンバレー内に本拠を置いている。以下はフォーチューン線にリストされている企業である。 アドビアドバンスとマイクロデバイセズアップルイーベ、グーグルの本社、インテルの本社、ロバートノイスビルインチュイットオラクルや風上機に加えて、シリコンバレー内に本拠を置く著名な企業は、正確には、以下の大学は、シリコンバレーに位置していないが、近隣の研究機関としてこの地に貢献している。シリコンバレーの成功は、アメリカ全土に知れ渡り、経済が停滞していたアメリカにとって、 IT 産業の流星は経済復活の,のろしとなった。そのため必然的に他地方でも大手、ベンチャー企業や大学、政府などの働きかけによって IT 産業が成熟する基盤が築き上げられ、そのうちのいくつかは着実に成果を上げ成長を遂げた。それに従いシリコンバレー各地で大成功の象徴であるシリコンバレーにあやかり、 愛称や俗称が付けられているようになっている。ここに挙げているのは一部だが、英語版ウィキペディアを確認すると実に50カ所以上の地域が存在しており、中には基盤や育成土壌は未熟であるが、優秀なベンチャー誘致の手段として名乗っていた例も見られる。シリコンバレーの成功は世界的にも知れ渡り、各国で IT 産業の突出した集積地にのシリコンバレーあるいは、 シリコンのバレー異名が付けられている。自然発生的にそう呼ばれるようになった、多少、通称もあれば、政府などがシリコンバレーをモデルにしていると明言している場合も、ある。IT 以外で、企業誘致や企業促進を図る地域も、バレーと呼ぶ例もある。日本には、シリコンバレーに当たる確定した地区はないものの、IT 企業が特に集積する地区がいくつかある。 ニュアンスは違うが、三大電気街をシリコンバレーと呼ぶ向きもある。なお、1980年代には、東北地方の東北自動車道沿線をシリコンロード、熊本県を中心とする九州をシリコンアイランドと呼んでいたことがあり、IC 製造など電子機器産業が発達した。しかし、後に、ニックス諸国の台頭により、企業が相次いで工場閉鎖、 それに伴う衰退により、強固の故障が用いられることは、極めて稀である。ありがとうございます。